細長いので北日本までかかります。湿った空気を北日本まで持ってくる役割があるんです。ですから離れたところでも、強い雨が、最悪の場合前線があるところにさらに台風が近づいてくる。本当にもう湿った空気の通り道がここにできてくるのがお分かりいただけるかと思います。こういうこと